天風さん1万円本エピソードランキング。3年にかけ2700万円の自己投資をする人生学校があなたの時間とお金をドカンと節約します。まず最初に言わせてください。この3冊読んだらめちゃめちゃパワー出るやん。今回は潜在意識を書き換えるための1万円分かける3冊で約3万2000円分をまるっと究極にまとめてランキングをしていいとこ取りをしてしまおうという大胆な企画でございます。今回はこちらの3冊です。成功の実現、盛大な人生、心に成功の炎を。全部で1270ページ、3冊ともに辞書みたいに分厚く金の文字で表紙に書かれているため、とても存在感のある本です。まとめながら3冊読んだら合計30時間以上かかりましたが、これを数十分で人生学校的に究極にまとめてみます。中村天風さんの書籍は、原敬元首相、東郷平八郎元帥、国から勲章をもらっている方など100万人以上が天風先生の会員になり、現代でも大谷翔平さん、松岡修造さん、王貞治さん、京セラ創業者稲森和夫さん、 HIS の沢田秀夫会長兼社長、斉藤ひとりさんなど、ここでは紹介しきれないほどの多くのプロスポーツ、財界人、著名人が座右の書として推薦しています。もし心が少しでも弱くなったり将来に不安を感じたら、この天風先生が16年もかけて命がけで掴み取ったという方法を使ってたちまち積極的に力強く運命を切り開いていくことができると思います。それくらい効果的で簡単で実践的な方法なんですね。ちょいとお高めの1万円本シリーズ3冊ですが、3万円以上の価値があると断言します。絶賛おすすめします。説明欄とコメント欄に Amazon リンクを入れておきますね。ちなみに Amazon リンクはアフィリエイトリンクといって、人生学校に少しお金が還元される形ですので、購入の値段は変わりませんが、もし人生学校にお金が入らないようにしたいという場合は、直接 Amazon で検索してみてくださいね。でもなかなか手を出せない、読む時間を取れないという方のために、人生学校が代わりに3冊分をまるっとまとめてみます。お知らせです。人生学校 LINE 作りました。ごくたまにですが、お役に立てそうな最新情報などを配信するかもしれません。こちらも説明欄とコメント欄にリンクを入れておきますね。あくまで人生学校的フィルターが存分に入っていることをご理解いただいた上で、一つの参考にしていただければと思います。それでは早速、目次から行きましょう。1、天風さん、絶対なる積極精神が現れているエピソードランキング5選。2、天風さんの師匠、カリアッパ先生の言葉、ベストランキング1選。3、天風さんの師匠、遠山充先生の言葉、ベストランキング2選。4、天風さんから教わった、やらなきゃ損、究極のメソッド、ランキング4選。では、本題行きましょう。1、天風さん、絶大なる積極精神が現れているエピソードランキング5選。第5位。歯医者で自分の歯を自分で抜く天風さん。天風さんは早くから戦争に行って、右側から吹いてきた爆裂弾の爆風で全体的に体の左側が悪く、歯は最初に良くない状態になり、左の目については見えなくなったのだそうです。歯医者にかかって歯を抜いたことはめったにないそうですが、それでもたまに歯を抜く場合は麻酔の注射をせずに抜くのだそうです。ある時、麻酔せずに切開されても抜けなかった時、歯医者さんから、一番最後のやつがどうしてもダメです、奥深くにあって突っ込みが効きませんと言われた時は、めんどくせえ、私に貸しなさい、その釘抜きをと言って、なんと自分で抜いてしまったそうです。天風さんはアンジオダ座法を使って切られたり抜かれたりしている時は、他のことを考えることで大丈夫な状態になるのだそうです。第4位。死刑宣告後貼り付けになって死ぬ寸前のエピソード。天風さんは軍事探偵時代、何日も雨に叩かれても、風に吹かれても、木の股に寝ても、一切睡眠不足にもならず、疲労もせず、倦怠も感じなかったそうです。また、ロシアのコザック騎兵に捕まった時には、朝5時に死刑の宣告を受け、7時に弾頭台に立たされ、さあこれから処刑されるという時に、そこにいた日本語の少しわかる満州人の通訳に、打ち損なうな、間違っても生殺しにするな、俺の心臓はここだ、俺が手をやっているところを狙って撃て、いいな、そう打ち手に伝えろ、俺は俺の体のどこに弾が当たって死ぬかはっきり覚えて死にたいんだ、目隠しなんかいらねえと言ったら、あんたは恐ろしく気の強い人だなと言われ、日本人なら当たり前だと言い返したくらい強気な人なんですよね。第3位。日本一の耳鼻咽喉科の先生から、これはダメだと言われた時。
天風さんがインドから帰ってきて赤玉精神をすでに身につけていた時、北海道で公演がありました。ところが公演の3日前に声が全く出なくなったそうです。医者にも行かずにいたところ、周りの人が気を利かせて友人の耳鼻咽喉科の大家に家に来させたのですね。そして喉を見てだんだんと厳しい顔になって、珍しい癌だ、声の出るところのすぐ脇にできています、すぐ入院しましょう、でも 90% はダメだ、こりゃ幸いに命を取り留められるとしても一生ものを言うことができないだろう、このように言われ、天風さんは声が出ないから筆で書きました。入院はしない、北海道へ行く。そしたらその先生が筆書きで入院しなければ死ぬと書きました。そしたら天風さんは俺は耳は聞こえていると書いたそうです。そして誰が何と言おうと北海道へ行ったというのです。ですが当日やっぱり声が出ないのですね。たまたま北海道の宿屋に陸軍大将などがいたので、ちょうどいいから俺の代わりに講演してくれ、俺はこういうわけで声が出ないからと紙に書いて講演の代わりを頼んだそうです。ですが3000人も会場に集まっていて、表にも 2,3000人いるくらいの人が集まっていたそうなんですよね。この状態で天風さんが表に出てこないものだから、聴衆が天風先生を出せ、顔だけ見せろと言い出したのです。控室にいた天風さんはそこまで言われているのに出ていかなきゃかわいそうだと思って出て行ったそうです。でも声が出ないので喋れません。これだけの聴衆から憧れを受けている以上は、たとえこの場で今倒れて死んでも構わん、一言くらいは言わなきゃと思ったそうです。そしてクンバハカの体勢になって、諸君と言ったら、大きな血の塊がパーッと飛び出しました。それと同時にスラスラ物が言え出したそうです。その代わり話すたびにコンコンと血が出て、ハンカチ2枚と手ぬぐい1枚がたちまち真っ赤になりました。そうしたら足元にいる学生たちがみんな天風さんにすがりついて、先生もういいです、わかりました、やめてくださいと言いました。すると天風さんはこう言います。心配するな、お前の血が出ているんじゃない、俺の血が出ているんだ、命なくなすまでここに立ってないから安心してろ、俺の体は俺が知ってる、悪いもんが出ちまえば止まるから心配するな。そして物を言うたびにドロドロと1時間血を吐きながらの講演をしました。講演後の晩は39度近い熱が出たそうです。そして7日後ケロッと治ってしまったのだそうです。天風さんは自分の命の正体は肉体でも心でもないと信念しているから全然びくともしないというのですね。第2位、荒々しい3匹の虎がいる檻に迷いなく入る天風さん。イタリアから猛獣使いのコーンさんという方がライオンとヒョウとゾウを日本に連れてきた時、天風さんのお師匠さんである遠山充先生に会った時、遠山先生の顔を見て、おや、この方は猛獣の檻に入っても決して猛獣はどうもしませんと言いました。こういう人たちは目を見るらしいのです。目を見てこの人なら大丈夫だと。そしてこの時遠山先生の肩を揉んでいた天風さんを頭越しに見て、ああこの人も大丈夫だと言ったのですね。そしたら近くにいた黒龍会という会の会長で負けん気の強い内田さんという人が、おいどんはどげんじゃと言ったら、あんたはすぐ食われちまう。そしたらその近くにいた遠山先生の甥の松下さんという方が、僕はと聞いたところ、あんたもダメと言われたのですね。すると遠山先生が天風さんをニコッと見て、やっぱあれじゃな、名護生死の中を歩いてきただけ、見る人が見るとわかるんじゃなと一言言いました。そして猛獣をご覧に入れましょうとなり、コーンさん、ただこの中に3匹まだ鳴らしていない虎がおりますので、前をお通りになるときに檻の中から吠えかかるかもしれません。こうやって影が見えなくても人の気を察するとすぐ吠え出しますんですが。遠山先生、おーそら面白いか、一丁見せてくれんかい。それでゾロゾロと遠山先生、天風さん、内田さん、松下さんの順に楽屋に入っていったのですね。すると、と大変な勢いだったそうです。そしたら遠山先生がニコッと笑って、勢いのあるやっちゃな、天風一丁入ってみるか。自分の子供より可愛がっている天風さんに真面目な顔して言われたのですね。天風さん、はいと言って、猛獣使いのコーンさんの一言と師匠の遠山さんの一言で迷いなく檻に入っていきます。
彫りは二重になっていて、二つ目の鍵を開けると本物がいるんですね。それで天風さん、スーッと入っちゃいます。すると、うーと言っていたやつがスッと静まっちゃって、3匹がスーッと天風さんの周りに来て、2匹がうずくまって、1匹がその後ろにいたそうです。そしたらその瞬間を撮影しようと新聞記者がフラッシュを焚いて写真を撮りました。するとその瞬間、虎が記者の方へバーッと行ったそうです。すると記者はカメラを手放して逃げていったそうです。遠山先生は相変わらずニコニコと笑って、勢いのあるやっちゃなぁ、と言うから、天風さんは、勢いがありますよ、こいつは、と一番中で勢いのある虎の頭を引っ叩いてやった、というのですね。こういった一般的には不思議だと思うようなことが、天風さんが不思議でなくできたのは、実在意識と潜在意識とがしっかりと調和して協力するためなんだそうです。そしてその協力から発生した力が一切の雰囲気をその通りに順応して占めてしまうのだそうです。それを哲学では霊的作用の感化と言い、科学者は人心磁気の作用と言うそうです。天風さんは言います。その人の信念の強い結晶した心の前に出ると非常に強い同化力が働いて猛獣や毒蛇が同じ気持ちになるっていうのは当たり前じゃないか。第1位、炭鉱の大規模な暴動をたった一人で収める天風さん。ある炭鉱で暴動が起こりました。賃金を上げろという命がけのストライキで、炭鉱で働く労働者と炭鉱主及びお金を出している資本者との間ですね、賃金値上げの要求が 2,3 度却下されたことで、労働者 1,500 人ほどが炭鉱に立てこもってしまったのです。その炭鉱に行くには運送のためのトロのレールを敷いた木の橋を渡らないとたどり着けないのですが、その下は深い谷になっています。警察や当時高尚なお坊さん、陸軍大将など偉い人を連れて行って何とかしようとしましたが、どうにもならなかったのです。そこで最終的には天風さんがお世話になっていた恩師遠山満さんを通じて、炭鉱主と資本者側から頼まれるのです。根津のもっちょる炭鉱がな、平にあるが騒ぎよる、お主行って沈めてこ。天風さんははいと答え、すぐに動きます。炭鉱のある橋の脇にはテントを張って警官が 2,30 人いました。その警官にこう言われます。あなた一人で炭鉱にお帰りください、無謀すぎます。天風さんは気にせずその橋に片足をかけてみると、向こう側から鉄砲でパン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 と撃ってきたんですね。警官がこう言います。あいつら人の一人二人殺すのは何とも思ってやいませんから、バカバカしいお怪我をしてもつまりません、おやめになった方が良いでしょう、と諭されます。ですが天風さんはこの時このように思いました。自分は争いに行くのではない、手柄を立てようというつもりもない、お互いの調和を作り、いさかいを止めるため救いに真心で行くんだ。そんな人間に弾が当たってたまるか、当たったとしても体じゃないか、俺の正体には当たらないんだ、バカバカしい、行きます私、と言い、撃たれても撃たれてもぐいぐい天風さんは歩いていきます。案の定鉄砲の弾がオーバーの腰のところに5発貫通し、ズボンの端にも2発貫通しましたが、天風さん自身には不思議と当たりません。橋を渡り切ると人相の悪そうな男がこう言います。やいてめえ、耳が聞こえねえのか、鉄砲で撃たれてるのがわからなかったか。天風さん、聞こえているよ。それにしては当たらないね。次に男は45センチほどの短刀を出して脅します。どすってのがわかるか、冷やっこくしてやろうか。そんなやりとりの中、鶏が5、6羽近くに歩いてきます。そこで天風さん念力でひょいっと指を刺すと鶏が動かなくなります。それを見た男が気味悪がり、やりとりの末自分の親分の元へ連れていくことになります。そして天風さんは親分に対して、この炭鉱を売り払えっちまえ、責任は俺が全て取る、といい炭鉱の人を救い、感謝され騒ぎを鎮めることに成功するのです。天風さんは責任を問われましたが、遠山満さんの力添えで責任を問われずに済みます。無事鎮めたことで責任どころか、天風さんはとんでもなく大きな報奨金を受け取ることになります。そしてそのお金を自分では受け取らず、炭鉱で働く人に全て分け与えました。こんな信念と勇気にあふれる積極的な精神を持つことが誰でもできる具体的な方法を天風さんは教えてくれているのです。それでは次に、2、カリアッパ先生の言葉、ベストランキング1戦行きましょう。雲の中に心が溶け込んでいる間は、お前さんは肉体に病があってもないと同様に命は生活をしていることだな。天風さん、そうです、そうですと分かったら、これからできるだけそういう風に心を病からも、あらゆるものからも離しなさい。天風さん、それで病が治りますか。カリアッパ先生、
治る治らないなんてことを考えちゃダメだ。もうすでにそう言ったら元に帰っちまうじゃないか。そうして生きるのが人間の本当の生き方だから、そうして生きろと言ってんだ。それより他お前の生きる道はないんだよ。それを他に道を求めたからいけないんだ。考えてみろ。病なり運命から心が離れた時は、病があってもその人は病人じゃない。運命が悪くてもその人は運命の悪い人じゃない。よく寝ている人間は何にも知らない。何にも知らない人間に病があるか。目が覚めて、ああ病があると思うんじゃないか。そのくらいのことがお前の心で悟れないか。たとえ病がない時でも、病のことを心が考えりゃ病があるのと同じだ。運命が良くってもいいか、運命の悪い時のことを考えてりゃその人は運命が悪いのと同じだ。そのくらいのことお前さん、改めて私から聞かなくたってもう分かっているはずだ。とにかく人のことじゃないぞ、自分のことだ。全てが心だ。だから肉体の病は肉体のものにして、心にまで迷惑をかけるな。心に迷惑をかけたくなけりゃ、時に触れ鬼に触れて心に天の声を聞かすようにしろ。つまり声なき声のあるところこそ心の本当の安らぎの場所だ。たまには心を休めてやれ。そこに心を休ませてやると一切の迷惑が心にかからない。すると心はすぐ本然の力が命の中で働き出すようにしてくれる。わかったか。この言葉を聞いた時、天風さんは涙がボロボロと出たそうです。3、天風さんの師匠富山満先生の言葉ベストランキング2選。天風さんを天風さんにした大きな存在、それは遠山満先生です。天風さんはこのように言われています。やっぱり持つべきものはいい先生。私を今日荒らしめた大きな力の大部分はもちろんインドのカリアッパ先生のあのお導きにあるけれども、しかしそのお導きを受ける資格を作ってくれたのはやはり子供の時から育て上げられた恩師遠山満王にあるといつも思っているんです。天風さんはインドで尊い悟りを得て、中国の辛亥革命に従事して日本を離れ、約 7,8 年経ってから日本に帰ってきました。その時天風さんは両親に会う前に真っ先に遠山先生のところへご挨拶に行ったのですね。朝6時頃だったそうです。遠山先生は朝5時頃に起きる人で、遅く行くと出かけてしまうからなんですね。内玄関に入ったら奥様がいて、驚いて待ってと言われました。それから30分ほど待たされるわけですが、天風さんからしたら過去にそんなことはなく、遠山先生の体調が良くないか、ご無沙汰で怒りに触れて咎められるのかなと思ったり、いろいろと考えたそうです。そして次は書生がどうぞと来て、遠山先生の今へ行くと、次は奥様がどうぞと言いました。まず障子を開け、障子の外でお辞儀をして、それから二度目の声がかからないと中へ入らない習慣です。最初お辞儀して中を見たら、遠山先生も奥さんも紋付きの着物を着ていたのですね。そして遠山先生からこちらへと言われました。普段は名前を満足に呼ばれたこともなく、いつもこら肩もめ、なんじゃその揉み方は、足もめ、そんな感じだったそうですので、こちらへなんて言われたことは一度もないわけです。そこで遠山先生は言いました。思いもよらない時に帰って来られた。今も家内と話したが、8年じゃなあ。あなたは選ばれし人じゃ。クリストは悟りたいために5年間、釈迦6年、マホメットが7年、この人たちは不思議に1年ずつ増えているが、その間どこに行ってるかわからなかった。それで現れた時はいなくなった前より全く見違えるような立派な人間になって現れた。あなたはそのマホメットよりももう1年長く、8年間どこに行ったか行方知れず、折々家内とも話していた。どっかのわからない国でのたれ死にしておりゃせんか。それが今日帰られた。いや、会わないうちからわかる。立派にあなたは自分自身を作り変えて帰って来られた。これは深い天のおぼし飯があると思わなけりゃならん。天のまさに退任をこの人にくださんとするや、必ずまずその紳士を苦しめる。まさにあなたがその通り。先日めれば、これからのあなたはあなたの人生に生きるでない。人の世のために生きるためにあなたは生まれ変わられた。お分かりになったか。はっ。それじゃあ座布団を降りなさい。そして座布団を降りると、いやー久しぶりじゃったな。まあこっちへ来い、今日は一緒にゆっくり飯を食おうぞと打ち解けてくれたのだそうです。
テンプルさんは悟り得た後の自分は自分でももったいないほど恵まれた人生に生きられたと言います。中国から帰るときに、辛亥革命後に亡命するときに孫文さんと分け合った今でいう20億か30億円以上のお金を持って、本当の心の行くままに3年間生きたのだそうです。その後テンプルさんが世のため人のために活動し始める転機が訪れます。陸軍大将が世の中を救うという大日本救世団という会の発会式を行うときに、遠山先生にぜひ壇上に立っていただきたいという話があって、その時に遠山先生は、おいどもは喋ることはでけんたい、テンプーついてこ、ということでテンプーさんも同席することになりました。そして当日、陸軍大将が遠山先生を紹介しました。千個の英鉄、世界に誇りとする遠山大先生をご紹介する。そしたら壇上に上がった遠山先生は、ちょこっと頭を下げて黙って正面を向きました。そしてそのまま3分間黙ったままなんですね。耐えかねた聴衆の一人が、聞こえませんと言いました。すると前の方の人が、黙れ、お顔だけ拝んでろ。遠山先生はそれでも知らん顔をしています。天風さん曰く、これはね、度胸以上の度胸もんじゃなきゃできる芸当じゃありませんぜ。雷のごとき拍手を浴びて、そして仮初めにも陸軍大将が制服を着て、おごそかに千個の英鉄遠山大先生をご紹介すると、そしたらコクリッと頭を下げただけで、ぐっと向こうを見て黙って3分だもん。私も40年言論生活してるけど、1分も持ちませんよ、黙って向こうを見てるのは。それでテンプさん後で聞いたそうです。あの時何を考えてたんです？考えることがなかったんや。ああやって聴衆の気持ちを落ち着けておいてから、お主ば紹介しようと思ってた。3分間黙った後に遠山先生はニコッと笑って、私は喋れん男や、私の気持ちのすべては天風がここに来てる、これに喋らせる。そこで天風さんは遠山さんの代わりに約1時間喋ったわけです。そして講演後、天風さんの心の中に尊い本心、良心がふっと輝き出したんだそうです。話が終わって演壇を降りると、すぐに遠山先生の元へ行って、今日ただいまから一切の社会的事業と縁を切ります、そして儒家石上を家となすとも、日本民族の魂の入れ替えに従事したいと思います。儒家石上とは道端の木の下や石の上の意味ですね。そしたら遠山先生が、うん、やれ。この一言で天風さんは1週間で全財産の整理をつけ、一文無しとなり、街頭講演を始めたのですね。では肝心の潜在意識を書き換えて人生を確実に変えてしまう、天風さんから教わったやらなきゃ損究極のメソッド、ランキング4選いきましょう。第4位、安城打座法。まずくつろいだ長時間でも辛さを感じない格好になります。この時足を投げ出しても良いそうです。そして目をつぶります。ただ寝ちゃってはいけないそうです。慣れれば目を開けても平気だそうですが、慣れない間は目に触れるものが自分の心に雑念を起こすので目をつぶるのですね。そして形をできるだけ崩さないようにします。かなり強い痺れが来たとか、最初の形で苦しくていられないと思ったら形を崩してもいいそうです。ただ本当の行から行くとそれはならないんだけれども、最初は構いませんとのことでした。そしてこのブザー音を聞きます。こちらですね。するとこのブザー音に嫌でも心が引き入れられます。この引き入れられた耳を通じての心の定まりが、トーンと音の絶えた瞬間、本当の瞬間的に何にも音のない世界を感じます。初めのうちはほんの1秒か2秒シーンとした世界が味わえるのですね。この音のない世界、無声の境地、これが霊的境地というのですね。禅で言うと三昧境というそうです。天風さん曰く、音のない世界が宇宙の真実層で、それが宇宙全体のエネルギーの遍満存在している状態だ。何の感覚も何の意識的な反応もない、慣れればシーンとした世界にどんなうるさい場合でもひょいっと心を乗り換えることができるようになる。だから余震は肉体に病が起ころうと、精神的に何かの苦痛が起ころうと、ひょいっと乗り換えることができるが、いきなり始め今日からすぐというわけにはいかない。
やがてこの境地が長く味わえるようになりますが、最初の間は耐えた瞬間だけ物理現象でふっと無念無想になります。すぐ表の自動車の音とか、また何の音も聞こえない場合でも背中が痒くなったり汗が流れるのを感じたり、すぐ我に戻る。しかし我に返っても慣れると、またすぐさっと無声の声の方に乗り換えられます。ちなみにブザー音でなくても鐘の音でも同じだそうです。鐘の音の場合は鳴っている鐘の音に心が引き入れられていきます。だんだんに鐘の音が余韻余剰を残しながら耳から去っていくときに、そこに無音の元凶、無声の境地が味わわれます。だんだんに音が小さくなって、その音が聞こえなくなったところに無声の境地があるのですね。第3位、